れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。あーすごい、今日は綺麗なお辞儀やな。安心してできます。安心して。なんでかって、スプレーを振りかけました。あ、黒いスプレーでな。あ、よかったよ。今日おつりもハゲを克服してるからね。そうなんですよ。もう俺ハゲとは言いません。ハゲてるって。ハゲとは言いません。後頭部をスプレーで塗っただけで。もうこうもうだ。今日のネタなんて何回ピンチがあったか。後ろに頭を見せるっていうな。もうないですから、その不安がなかっただけでも嬉しい。ああ終わった後はこんな流暢に喋れると確かに、始まる前はな、かなり緊張してたからな、おしっこ行きたい、おしっこ行きたい、おしっこ行ったらええやんけ、別におしっこ行きたい、その、受けるか不安とかやったら分かるけど、おしっこ行きたい、おしっこ行きたいは別にそう、行ったらしまいやからすごいテンションが高い、ひわちゃんもいや、よかったです、本当に無事終わりました。いや、よかったです。すごい汗。そうなんですよね、本当に、はい、どこに隠れてたんだっていうね、この汗は。いや、本当です、うん、はい、よかった。いや無事終わりました。終わりました。本当に今日もここ来るまでめちゃくちゃ得積んできたんで。あ、そうです、そうです。今日合格するために大鶴マン何やってたの？まずその浅草駅でエレベーター使う時に、あの後ろに待ってたあのベビーカー持ってる人に譲った。あとはその浅草寺のハトバス止まってる乗客にみんなに笑顔を振りまいた。ハトバスですれ違う観光の皆さんにこうやってその別に手振られてないのに、あの太ってる日本人っていうだけで、うん、浅草いい場所ですよって笑顔を振りまいた。で、あの途中あの喫茶店に行ったんですけども、はい、喫茶店に入ってきたあの外国人の赤ちゃんをあやした。そうです。非常に得を積んできました。あやしてきました。赤ちゃんも別に笑ってるわけじゃなかったんですよ、うん、まず俺を見て孫でスタートとひばちゃん見てで俺見た。だから、うん、こっちは見たことある、うん、こっちは何え、これは大人っていうのは分かるけど、こっちは何、大人よりもう一個上のやつがおるっていう顔してた。なんか耳押さえてた、ずっと俺を見る時だけ。赤ちゃんうるさそうやったんですよ、うん、なんか俺何もしなかったけど、大鶴マンがおる時だけな。いや、そうなんですよ。相当得を積んだ結果だと思いますね、うん、やはり。いや、良かったです、うん。改めてですが、今年の M1 はどのように臨んでおりますか？そうですね、やっぱ去年はその優勝したら結婚してくれるっていう方がいらっしゃったんですよ、はい、けどその方がその結婚した、優勝したら結婚してくれるって言った1週間後にあのフランツのババと付き合ってたっていうことを知って非常に残念な結果だったんですけども、はい、去年の2回戦動画でもその話してたんですよ。好きな人と M1 優勝したら結婚するっていう、はい、だけど僕は一言も2022の M1 グランプリ優勝者とは諦めろって言ってないんですよ。無理やって、もういや、その去年の今頃優勝したら結婚するって言ってた人がフランツの馬場ともう付き合ってるんやったらもう無理やってる。いや、だから、うん、だから俺だ、そのもし結婚するってなったら家も借りよう、うん、3LDK でその奥さんと俺と馬場の部屋を用意して。いや、もう無理やって、そんな怒らんって、そんな三角関係。今年は何をモチベーションに頑張ればいいんでしょうか。いや、それみんなそういうのでやってないから、もっと人生の主役になれ、まあ、確かに。いや、そういうことです。そう、本当になり、やっぱ本当に一番近い先輩、まあ、確かにウエストランドさんめっちゃよくしてくださってるんですよ。そうなんですよ。あの優勝のギャオの特番にも僕ら呼んでくださって、そうなんですよ、はい、で、漫才工房っていうユニットライブも僕らを入れてやってくださって、そうなんですよ。で、やっぱ井口さんはちょくちょくやっぱりちゃんと話題出してくれと、はい、大鶴肥満は陰湿だってずっと言ってくれてるんで、うんうんうん、やっぱこう嬉しいですよね。だからこう続きたいなっていう気持ちが、井口さんと仁さんのポスターの年に僕らも優勝したいなって、そうですね、はい、思いますね、はい、はい。